ってくるかな。A 子、いつの間にそんな溜まってた。こんなところかな。固まらず、止まらずのがいいか。ストップとか疲れたらめっちゃ臭いので。ビービーは魔法返しいる？いらないよね。で、まあそんなもんでいいでしょう。どうしようかな。 MP 消費攻撃が欲しいか。 MP 消費攻撃って8だっけ。5か、あと2、あと2か。どうしようかな。盗んでる人いないよね、多分ね。じゃあ気をつけとこうか。これで攻撃力上げておきましょう。スムーズにね、勝てる方がいいと思うんで。じゃあ行きましょうか。その先は危ないかもしれない。クポ、それでも行く。クポか。うん、セーブしたからね。ギザマルークの洞窟以来じゃないか、モーグリに心配されるっていうのは。あそこが我々がいた天文台だ。お前は私に言ったな、私たちの死神になると。だが考えてもみろ、生命はそれ自体が死神ではないのか。食べるために、生きるために他の生を奪う。ある時は血を分けた肉親すらその手にかけ殺めることがある。生きることが斧が意味でありながら、殺めることで生きねばならぬために、成熟した文明にある魂はやがてその痛みに耐えられなくなる。寺の魂はその痛みを忘れるまで新しい次元で新しい星に生きる。生と死すら超越した時、生と死すら超越した世界、その中にあるべきなのだよ。我々は生と死すら超越した存在として、ジタ、再び問う、お前は何者だ。ガーランド、悲しいな。お前は、俺たちは知ってる、完全じゃない俺を助けてくれる仲間がいる。それだけでも十分に生きてる意味があるってこと。大事なものを守るんだから、大好きな人たちを守るんだから。僕たちいろいろ回り道したけれど、みんなに見つけることができたんだよ。私たちは弱い生命かもしれないけれど、だからこそ寄り添え合える、助け合える。ならば試そうぞ。死の淵に立ってもその思いを捨てずにいられるのか。まず1体目ラウンド1行きましょう。まあこいつはそんなにね、正直強かった覚えはないんですがあれかな、クジャが乗ってたドラゴンかな。ツイスター。あ、いきなり、あ、ランダムダメージなのかな、ちょっとよくわからないんですが、燃やすか。さあ、ジタンが攻撃力上がってると思うんで、ガンガン攻めてもらいましょう。いやー、あんま回復しねえな、全体からとね。ジタンの HP が追いついてない気がする。安い。飛んでるから数字が見にくいな。衝撃波、耐えるかな、ジタンが。OK、危ない。とりあえず燃やす方でいっか。で、回復。まあこのパーティーなら回復要素は大丈夫でしょう。ファイガー、基本 2,3,000 ずつダメージを与えてれば食らう。でも思った以上にダメージが入ってないな。もうちょい入るかなと思ったんだけど、魔法変えるか。ブリザガにしてみる。衝撃波。次のね、戦闘のことも考えて。A 子が、くそ、 A 子がやられると思わなかったな。倒しちゃうかな。ブリザガの方が効いてるな。
間の攻撃で倒しそうな気もするんですが、となってくると次の対戦というか戦いで、あ、やっぱ終わっちゃったか。エーコが死んだままじゃないか。やっちまったな。なんかもう雰囲気はラスボスチックだよな。あー AP がもったいない。ガーランド、一つ聞かせてくれ。お前の望みは何だ。知れたこと、テラの復活以外に何が。そうじゃない、それはテラの民の願いだろ。お前自身はなぜ眠ることなくここで時を待ってるんだ。それは私が管理者として作られた生命だからだ。生も死をも超えたこの世界で時を刻むこと、それが私の意味であり望みだ。絶対的な存在である管理者としてな。さあボス戦です。さあやっぱりエイコは死んでいる。さてこいつはカメハメハを撃ってくるんで、それだけ気をつけてれば大丈夫でしょう。まあカメハメハって何のこっちゃっていう感じかもしれませんが、ストップやっぱり使ってきたね。まあ予想通りでした。あ、全体じゃなくてもよかったかな。まあいいや、 A 子の HP なら全体でも結構回復するでしょう。特にないな、することがない。念力ガシャン、おい、暇だな。ちょちょちょ、ヘンリル、使ってみよっか。暇なので使う。フレア。意味だったら耐えると思うけど。耐えるね。いや。さあ、大地の怒り使ってみましょう。ぶん殴ったー。あ、使ったっけ一回、フェンリルって。弱い。そっか、使ってたね。忘れてたわ。ジダンの MP もなくなってきました。次の一発がラストかな。白目向いてるぜこのおっさん。来た、カメハメはー、カメハメハ撃ってきたよ。さあファイが、ひたすらファイがいいと思うけどね。まあ一旦に5、6戦ずつダメージを与えてれば、多分もう2、3ターンで終わるんじゃないか。このスポットもそんなに弱くない、さすがに。じゃあブリザーが次、ストップ。リフィニアも効かないって。じゃあ次の戦闘のことを考えて、ちょっと回復しとこう。ガネーコが満タンにしとかないと怖いな。うん、崖の魔法はみんな同じぐらいかな。でヘアルラ、じゃあ次はサンダガでもぶっ放してみますか。プレイヤー1500、600か。あ、全然効かねえ。サンダーガー、次はオン。さあ、あと1、2ターンかな。そろそろ死ぬと思うんですが、もう一回サンダガにしとこうかな。来た、念力。
5600ぐらいかな。まあ900ぐらいか。この回復力であればケアルでも十分だと思うけど、リビの NTP も NTP が頑張る。あ、終わったね。8000やるね。お、ピコンピコンピコン。お腹が光ってる。ついでに頭も光ってる。なかなかやりよる。もう諦めろ、ガーランド。なんだ。来た。これが笑わずにいられるかい。インビンシブルの魂を制御する力、そしてそれに吸い込まれた数々の強い魂の力、それらを得てガーランドに対抗しようと思ったらどうだ。忍び込むも何もガーランド様は優秀なジェノムにご就寝。インビンシブルはあっさり僕のもの、そして当のガーランド様はふっ世話ないよね。飼い犬に手を噛まれて弱ってしまうなんてさ。これは偶然なんかじゃないよ。そう、いわゆる運命ってやつだよ。この星が選んだんだ、この僕を新たな支配者として。今そこに行ってあげるよ。最後の仕上げがまだ残ってるからね。来た。本当に僕は君たちのことを愛してやまないよ。テラへの封印を解いてくれてばかりか、ガーラントに隙を作り倒してくれたんだから。ジタン、優秀な、そして愛すべきジェノムだよ君は。何をしに来た、クジャ。何をしに来たとはご挨拶だね。僕たちはいわば兄弟じゃないか。黙れ、お前に兄弟呼ばわりされる覚えはない。おお、怖い怖い。ガーラント様、やつはテラに立てつく気ですよ。何を企んでいる、クジャ。企むなんてとんでもない。私めがテラのためにこの虫けらを退治してご覧に入れましょう。さあ、かかってきたまえ。テラの魂と同じ地に眠らせてあげるよ。そう、永遠にね。さあ、ラストですね。クジャ戦。さあ行こうか。24歳でその格好はどうだんだ。殴られて喜んでるってところでやはりド M なのか。グラビで、やっぱビビな結構入るな。でとりあえず燃やすと、まあとりあえず戦い方は変わんないからね。でサンダが、あーガーネットトランスしちゃうね。お、結構入ったな。使ってない召喚獣ある？ないね。やろう。それでも攻撃してるつもりかい。おい、感じさせてくれよ君たちの力。やはり M だな。じゃあ次はグラビデ。基本16級のダメージしか与えられないので、グラビデはそんなに怖くはないんですが、まあ大丈夫でしょう。ケアル。
か。サンダガにはサンダガで返そうじゃないか。で、スタンの息がなくなる。あー、マジマジで。さあ、帰ると思ってた。帰らなかった。先にエイトル使っちゃった。一旦もう一回攻撃でいいかな。で、エイコの番が来るので、はい、で、フェニオン、で、ガーネット、グラビで、まあ大丈夫でしょう。全体にかけておこうか。で、リリーはリリーさんですか。まあ何でもいいんだけどね、崖の魔法だったら何でもいいんですか。意外と HP があるんだな。何万ぐらいだろう。3、4万あんのかな。3ターン必要かな。まさかサンダカがね1900も入ると思ってなかったな。やっぱガーネットね結構入るな。魔法防御がないのか、それとも向こうの魔法攻撃が高いのか。まあ多分こっちが弱いんだろうな。そんなにね装備にはこだわってないから、あるものをねガチャガチャはめてるだけなんで。最強武器にするのはね、ラスボスの時で構わないと思う。グラビで。全体にしとこうか。終わんないね。で、ガーネットが戻る。まあ結局拳銃は使えませんでしたが、グラビテからのサンダラなのね。サンダガ、よし、オッケー。意外と時間かかったね。だぞ。この時を待っていた。これがトランスの力。思い知れ真の力を。来たアルテマン。そう、これだ。この力だよ、僕が望んでいたのは。内からみなぎってくる魂の力、生命を消し去ろうとする環境への反発。どういうことだ。トランスだよ、君もよく知っている力だろう。だが、ただのトランスだけじゃ君たちには勝てない。君たちの生命力はまるでブリムシのごとくしつこいからね。小さなモーグリすら持つトランスの力、そして君たちの生命力の強さをグルグ火山で見せつけられた僕は考えた。簡単なことだよ、力を貸してもらえばいいんだ。まだ死にきれぬ魂たちにね。どこで手に入れたかって、インビンシブルだよ。君たちにとっては空に浮かぶ目玉と言った方がいいのかな。古くはマダインサリ、そしてイーファの木、
アレクサンドリアとあの船は多くの魂を奪い、その制御装置に吸収してきた。イーファの木でバハムートを制御すると同時に、インビンシュブルは強大な魂を奪い取ったんだ。なんだかわかるかい？まさか。そう、君のママの魂だよ。性に対する異常なまでの執着を持った魂。インビンシュブルに乗り込んだ僕を閉じ込められた魂たちは歓迎してくれたよ。このままガーランドに閉じ込められているぐらいなら、僕の力となって生かされることを望んだのだろうね。さて、ガーランド様、あなたはもう用済みですよ。今までご苦労様でしたね、テラのために。これからはこの僕がテラもガイアも分け隔てない愛で支配してあげますよ。貴様がそのような力を得たところで無駄なこと。おや、見苦しいですね。ガーランド様ともあろうものが負け惜しみですか。ぐっ惨めですね。最後に何か言うことは？もう一度言う。無駄だ。うおー、落ちてった。お次は君たちの番だよ。感謝の意を込めて苦しまないように楽に殺してあげようか、それとも愛を込めてじっくり苦しみを与えながら殺してあげようか。おお、そうだ、こういうのはどうだい？僕の永遠の王国のための人柱になるってのは、僕の城のホールに8本の柱、それぞれに君たちが埋め込まれる。どうだい？ゾクゾクしてこないか？誰がお前なんかに。お前に永遠の王国など作れぬ。その声はガーランド。まだ何か言い足りないのかい？魂の器として不適合なお前をいつまでも生かしておくよう私が作ったと思うのか？何？どういうことだ？次の才能あるジェノム、ジタンが力をつけるまで持続する魂があればよかったのだ。それ以上の魂の時間をお前に持たせることは危険だった。何が言いたい？お前の魂にはリミットを設けてある。それも、あとわずかの時間だ。たとえ私が滅びようとも、お前は世界に何の影響も与えることなく消え去っていくのだ。ふっ、ふっふっふ。面白い負け惜しみじゃないか。僕の魂はいずれ尽きる。そう言いたいのかい？ふっふっふ。答えておくれよ、ガーランド。どうせ僕を絶望させるためだけの冗談なんだろう？答えろ、ガーランド！永遠ならざる時のために作られた死神、それがお前の存在理由だ。存在理由？僕は用済みだと？そんなバカな話があってたまるか。やっと何者にも負けぬ力を得たと思ったら、わずかの命だと。死ぬというのか、この僕が。失うというのか、この魂を。笑えよ、ジタン。作られた生命、限られた生命の車同士たちをあざけってきた僕が今、同じように滅びるんだぞ。これは笑わずして何を笑う。ガイアに戦乱をもたらしたこの僕が、無事ほどの価値すらない、ただの人形だと。苦情。クジャ、認めない。認めないよ。僕の存在を無視して世界が存在するなどだ。来たぞ。
クジャなやつ、なんてこと。ジタン、早くここから脱出せぬと、この塔も寺も寺そのものも壊れてしまうぞ。でもどうやって、傷ついたみんなも連れて行かねえと。あの船を奪えばよいのではないか。インビンシブルと呼ばれた船を、現在は下に不時着しているようじゃぞ。そうか、その手があったか。だけどやっぱり。よし、それじゃあみんなはそっちに向かってくれ。俺はジェノムたちを助けに行く。あいつらには何の罪もない。見過ごすわけには。私も行くわ。ガーネット、また置いてかれるのは嫌。それはみんなも同じ気持ちなはず。だから私が見張らなくちゃね。分かったよ。向こうの塔にあったワープゲートを通れば戻れるはずだ。先に俺たちはブランバルに戻る。他のみんなはインビンシブルを動かしてきてくれ。こっちには行けないのか。で、回復はしてるんだね。じゃあ行こう。急げ急げ。まあ今まで来た道を戻っていく。上から見ると怖えな。あれだね、不時着してるってやつだね、インビンシブルね。上への転移装置が何かのようね。ここからブランバルへのゲートに戻れるんじゃないかしら。いいえ、どうしたの、変な声出して。後ろ。ただの目じゃない、なんてことないわ。行きましょう。ただの目って、おい、随分と大胆におなりになったことで。戻れるんかい。これ戻れるんだ。知らなかった、これは知らなかった。見てる見てる。あのさ、ガーネット。何、そのなんだ、さっきのことなんだけど。どうしたの、チタン。いや、見られてるような気がして話しにくいもんだなと。だから何、急がないといけないんでしょ。さっき助けに来てくれただろ。それで、なんていうか、その、嬉しかったんだ。あんな風に言われたことあんまりなかったしさ。ジタン。感謝してるって言えばいいのかな。いや、違うな。ありがとう。一方、その頃。みんな早く早く急がないと、こんなボラッチい建物すぐに壊れちゃうんだから。遅い。結局寺で美味しいもの食べられなかった。あれな、あの目玉くらい食べられないやがるか。クイナ、何をしとるのじゃ。早くせぬと置いてくぞ。無念あるよ。で、帰ってきた。この辺りはまだ大丈夫みたいだな。急いでジェノムのみんなを避難させましょう。急げ。チタン、ここから二手に分かれてみんなを誘導しましょう。ああ、じゃあガーネットは向こうへ。インビンシブルが到着したら落ち合おう。で、避難させると。お宝。こんな音だったっけ。もうちょっとブーンって音だった気がするけど。なんとか中にも入れたけど、どうして船の中がこんなに広いの。方向から察するに、おそらくこちらがブリッジなのである。待て、クイナはどうした。もう、また遅れたの。到着。おおおお、なんとかついてあるよ。下からもワープして出入りできる仕組みある。下からって、なんでこの船の下に。話は後じゃ、今はとにかくこの船を動かすのじゃ。こんなところにいたのか。早く逃げないとここまで崩壊が。逃げる、どこに逃げるというの。ただの器が。
まだそんなこと言ってんのか。本当に自分のこと器だと。違う、私はガーランドに力と魂を与えられた。そう、クジャにあなたの代わりになるように。でもガーランドもテラももう滅ぶ。それなら私の存在はどこにあるの？何のために私は生きるの？俺も思ったさ。俺は何のためにって。分かったの？分からねえな。分からないけど、もしかしたらそれを見つけるためにも生き続けてるのかもしれない。それはとても辛いことかもしれない。でもあいつらといると思うんだ。それも悪くないなってな。そうだ、お前名前なんて言うんだ？え？名前だよ名前。クジェイは俺の代わりに作られたんなら名前があるんじゃないのか？私の名前はミコト。ミコトか、いい名前だな。多くの人がこれからお前をそう呼ぶよ。時にはその意味を追いすぎて悩むこともあるけど、結局はそのミコトが何者かはお前が決めるしかないんだ。行こうミコト。そして新たな地で見つければいい。お前が何のために生を受け、そして生きるのか。ガーネット、ジタンはまだか？もう少し待って、あと一人で、あと一人ジェノムを探してるはず。待たしたな。来た来た。ジタン、すまない遅くなって。だがこれで全員だ。よし、急ぐのじゃ。放課前に出発するぞ。出発。あんなに綺麗だったのにね。誰が操縦してるんだろうな。結構上手いよな、ガーネットかな。なんだかんだガーネット上手かったもんな、カーゴシップの操縦かな。ドヒュン。で、帰ってきました。おお、いっぱいいる。なんとか無事脱出できたみたいだな。確かにテラから脱出することはできたが、しかし。どうしたフライヤー、何か問題があったのか？いや、先ほどよりサラマンダーとも話しておったのじゃが。まさかテラが滅んでそれで終わりと思ってるわけじゃねえだろ。クジャのことか。テラと心中するだけで満足するやつに思えるか。しかし、いくら強大な力を得たといっても、あの放火の中、生身で生きて脱出できるとはとても。ジタン、心当たりはねえのか。奴が次に取る行動は何だ？お前らも思ってるように奴はガイアを巻き込もうとするだろうな。ならばどうやって？一つだけ思い当てる場所、ん？思い当てることがある。ガーランドが言ってた言葉。ガイアとテラをつなぎ、魂をやり分けるため星の輝きを包む体重。それは？そう、イーファの木だ。一大事なのである。一大事なのである。外が一大事なのである。どうしたスタイナー、一大事だけじゃわからないぜ。とにかくブリッジに来るのだ。うん、なんでしょう。なんだよ、ただ雲が広がってるだけじゃないか。ただの雲じゃないの？ただの雲じゃないって。今ちょっと曇った空を高く飛んでるだけだろ。もう少し高度を下げて様子見ようぜ。違うのである、高度はあまり上げとらんし、どこまで行ってもこの通りなのである。うん、それじゃあ一体。霧だよ。僕たち車同士を作った成分で霧の大陸を覆った。あの霧がガイア全体を覆ってるの。どういうことだ。何を、一体何を企んでるんだクジャ。